皆さんこんにちは、ジャットさんです。今日ジャットさんは山陽食品さんから出ているラーメンミラクさん本店が監修している焼き醤油味のこの醤油ラーメンをいただきたいと思います。ラーメンデータバンクの一押しのラーメンだそうです。そしてラーメン評論家の大崎さんも推薦しているラーメン、楽しみです。蓋の上には仕上げの小袋がついています。北海道産の利尻昆布も使っているそうですね。熱湯を注いで5分待っていきましょう。それではこちらミラクさんのラーメン、5分経ったので仕上げの小袋を入れて完成しました。かなりキクラゲがたくさん入ってますね。それではいただきます。こちらミラクさんの焼き醤油ラーメン、なかなか珍しい味をしています。焼き醤油ということなので、もう少し香ばしい醤油の香りが立っているのかなと思っていましたが、飲んでみるとかなりすっきりした味わいになっています。そして昆布の味もしっかり感じることができるので、この昆布の味を効かせたラーメンっていうのはなかなか今までにも少ないんじゃないでしょうか。でもちょっとこの中太麺とはこのスープが合ってないような気がしたのはジャットさんだけでしょうか。スープがかなり美味しく完成度の高いものなので、麺がもう少し何か合うものがあればさらに美味しく食べることができるような気がしました。ぜひ皆さんもこちらミラクさん監修の焼き醤油ラーメン見つけたら食べてみて感想を教えてください。またねー。